どうも、村戸です。今日は、結局最終的にマット運動が必要になってくるという話をしていきたいなと思います。マット運動っていうのは、前転、後転、側転、そして倒立、大体この4つですよね。で、この運動が、結局、バク転するにしても、バク宙するにしても、どんなアクロバットをするにしても、必要になってくるっていうことなんですね。簡単に言うと、この4つに使われてる技術、この技自体っていうよりかは、この4つの技に使われてる技術を使うことになるっていうことなんですね。例えば、バク転だったら、思い切り蹴って、こうやってブリッジのね、姿勢を作ってぐるんって回転する動きだから、一見すると、なんかどこにもね、マット運動の要素ないんじゃないかなって思う人も多いんだけれども、そうじゃないんだよね。なぜかっていうと、バク転って確かに手をつくまではそういうイメージでいいんだけど、手をついた後って、こうやって反った逆立ちの形になるのね。そうすると、ここで使われるのは倒立の技術なんです。倒立で自分の体を支えるっていう技術が必要になってくる。だから、最終的に倒立が下手だと、弱いと、成功に持っていけないわけ。手をつくまでがどれだけ上手かったとしても、この手をついた時の倒立の技術がもう壊滅的だったらもう全部失敗になっちゃうわけ。逆に多少ね手をつくまでが下手くそだったとしてもこの倒立の部分がすごい上手かったら失敗を成功に持っていけるわけ。今ちょっとね、この人形を用意して倒立をやるって言ったらこれグーンと足振ってさこうやってこうやってなるよね。こうやってこの動きってこれだけ素人が見たら、ああ、倒立って、まあそういう動きだよねって言って、ここから何も見出せないと思うんだけど、実は倒立にはすごく、深い技術がたくさん詰まってて、まずね、この振り上げて、こうやって足をこう上に上げるまでのこの過程すごく大事で、これをね、壁に向かって一人でやると、こう背中からボンって倒れる人とか結構いるんだよね。こうやってゴツみたいな。で、こういう怖いことになるから、壁倒立が怖いっていう人もいるぐらいで。何が言いたいかっていうと、これね、体が倒れちゃうのは、この足を振り上げていくときに、ここで体を支えたりとか、コントロールする倒立の技術がないから倒れちゃうのよ。だから、ここでちゃんとうまいことをコントロールして支えるという技術があれば、体を倒さずにこんな感じで綺麗に壁に向かって倒立をすることができるの。つまり倒立でこうやって押し返す強さだったりとか技術っていうものはバク転でこうやって逆さまになって手をつきましたっていう時にそのまんま使うことになるので倒立大事だよねっていう話になってくる。倒立して戻ってくる時とか他の場面にも倒立で得られる大事な技術まだまだあるんだけどちょっと一旦そこは置いておいて、じゃあ倒立で使うその押し返す技術だったりとか押し返す強さはどこで得られるのかって、さらにレベルを下げるよ。それはどこで手に入るのかって言ったら前転なんだ。前転で手をついて回るときに前転のやり方一つでその辺が得られるかどうかが変わってくるわけ。例えば最初からこうして肘を曲げてる状態でね、こうやって頭を入れてゴロンって回ったら、これは回る技術しか手に入らない。だけど、こうやって最初肘を伸ばして、ね、地面をちゃんと支える、押し返すっていう姿勢を、技術を意識して、それで地面をね、両足でえいって蹴って、こうやって途中までこういう感じになるかな。こうやって一瞬支えるポーズを作ってからよいしょって回る動きでやっていると、これは倒立につながる技術や強さを手に入れることにつながるわけ。ね。こういう風に考えていくと、結局、マット運動にバク転に必要なものが詰まってるっていう風に見えてくるでしょ。そんなわけで、バク転をするにしても、マット運動の技術がね、必要になってくるんだよっていう話。この辺を押さえておくと、バク転の習得が早くなったりとか、成長速度が上がっていくよっていうこと。もしね、今バク転を練習していて、なんかつまずいたりとかしてるっていう人がいるんだったら、ちょっとこの辺をね、見返してみるといいと思う。そして、このバク転を誰でも体験してみようというイベントがね、来年の1月4日、5日、木曜日、金曜日の日程で開催しようと思っています。場所は北海道の深川というところでやるんですけど、
2日間合計4時間で、ちょっと基礎からちょこちょこっとやっていって、そして、まあ、最終的に、私が補助をしてバク転を体験する、まあ、習得っていうよりかは、バク転という、体験をしてみようというそんな内容になっております。限定30名までなので、お早めに興味がある人はお問い合わせをいただきたいです。この30名っていうのは5人家族で入ったとしたら、これで5枠埋まってしまうので、そういうもう全体込み込みで30名なんです。前回のね様子とか見たい人は YouTube に上がってますんで、御殿場のバク転合宿という動画をぜひ見てみてください。で、参加方法なんですけど、インスタグラム、それから Facebook は固定投稿がありますんで、そちらの固定投稿の公式 LINE に合宿って漢字で合宿っていうメッセージを、送っていただけると詳細送ります。そちらを見てみて、あ、いいなって思ったらぜひ参加の旨を伝えてくれればそれで OK です。YouTube はですね、その合宿の動画のタイトルを押すと、概要欄に公式 LINE がありますんで、そちらから同じように、公式 LINE に登録して合宿と、漢字でメッセージを送ってもらえると、詳細がいきます。公式 LINE に、ね、登録してくれると合宿だけじゃなくて、今なら無料で60分個別相談という特典もついてきますんで、なんかバク転でもバク宙でも側宙でも何でもいいです、に対して、技術的なね、なんか悩みを抱えているとか、あるいは恐怖心とかこのメンタル系の話相談でも全然大丈夫です、そういう悩みを抱えている人がいましたら、それも相談に乗るという特典もついてきますんで、ぜひぜひ登録してみてください。以上です。バイバイ。ぜひ参加してね。